到着。久しぶりの笠木やね。雨降ってるけど。もう嫌や、設営の時に雨降んの勘弁して。さあ、そしたら設営の方をしていきたいと思います。今日はね、一番手前のとこ、ここにしました。別に今日は焚き火も何にもしないんで、近代的キャンプの真骨頂かな。では、設営の方をしていきたいと思います。今日はね、アーススクリーンテント、ホールアースのテントね。珍しいなぁ。買って一個も出てこなかったからね、久しぶりに出してきたわ。初張りですけどね。てか、いつも初張りですけどね。はい、それでは張っていきたいと思います。さあ、どうやって張んねやろ。結構なんかめんどくさそうやねんけど、これ。お、結構な広さあるやん。360、360やから結構広いよ。やっぱり待ってるからな、早よ設営せんとあかんっていうのが、やっぱりドックサイトはいいね。多分とりあえずこんな感じ。これでサイドからこう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 かけていけば出来上がっていくじゃない。あれよ、結構なんかめんどくさいな。結構じゃないな、めちゃめちゃでかいなこれ。結構結構大きいよこれ。すごいな、天井こんな高いね。2m20やったかな、なんか書いてたね。なかなかいいよこれ。広さ的には、ほう、綺麗な、まあドーム型のテントになるもんやね。へえ。そしたらペグ打ちして、あ、自立はしたので、完全自立式やん、いいやん。自立はしたのでペグ打ちして内装していきたいと思います。これでしょ。よいしょ。どっちみちワンズの寝床に何やろ。しょうがないよね、これだけのスペースだから絶対ビスがここに乗ると思うね。あ、泣かんかったらいいけどな、爪で。それだけ心配なのは。あ、くそ、引きこもりキャンプやのに今日は外には何も出ないよ。なのにやで、いっつもさ、椅子に座らんくて椅子持ってきてるっしょ。今日椅子座らなあかんのに椅子持ってきてないってどういうこと。椅子ない、椅子がない、ああ、最悪。そこで座って外で一緒やんけ、それやったら。くそ、椅子がない、椅子忘れた。
椅子の代わりに同じコールマンのレイチェア持ってきたつもりだったんですけども、それが、ツーバーナースタンドと同じ形って同じ色なのね。でツーバーナースタンド持ってきたけど、ツーバーナーなんか持ってきてないからね今日。最低最悪もう、まあ座ってやりますわ。じゃあね、めっちゃかっこいいっすよこれ。ほら今ちょっと張り出ししてみた。かっこいいかっこいい。ただ一つ難点、ベンチレーションあれへん。まあ窓がメッシュやからそこ全部開ければなんとかなるとは思いますけどね。ひえーないわ。銀マットは持ってきてるのに椅子がないってすげえな。クソ椅子がない。銀マットはもとまででいいよ。こっからあと、ケージでつなぐから車と。ケージができたのでバンズ解放。はい、引きこもり。こんな感じ今日は。いいんじゃない。パキもしなければ何にもせえへんから。ベッドもあるし、寝袋はダブル持ってきたし。オッケーオッケー、こんな感じでいいよ。あ、これでこれでもうこれで十分や。もう食べて寝て帰ったら終わりやろ。特に何もするわけでもない今日は。ただこのマックが張りたかっただけやった。はいはい、暴れとる暴れとる。よしよし、いい感じや。はい、どうも。椅子がないから何もかもが高い。テーブル高い。椅子があったらテーブルちょうどなんやろうけど、椅子ないし、下に座ったら冷たいな。3枚、4枚引いてるけど、やっぱ冷たいな。で、この間買ったペンドルトン。これ、この間買ったんですよ。で、22センチの、大きさで全て作ってきた。これ、お箸も全部作り直したよ。全部きれいに。竹箸作って、で、ティースプーンとスプーンと。よし。これ、カトラリーケースって今売ってるのね、ペンドルトンで。びっくりした。よかった。これは。かっこいい。で、もう今日は、ガスコンロ、持ってきた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 よ。さあ楽しみでしょ。よし、これでこれでよっしゃ、ほら肉まん買ってきたよ。ほらこれを焼いてちょっと食べたいと思います。さあ、りんちゃんの顔がつくのかね。ちょっと楽しみ。2つ買ってきたから、ね、それとまだまだ
今日はチャイを作ります。チャイの道具持ってきたよ。シナモン、カルダモン、クローブ、アサムティーと、ブラックペッパーのホール。よし、それでチャイの方を作っていきたいと思います。では使うことないな、これ一回使ったかな、キャンプで一回だけ持っていったような気がする。ああ便利やな、やっぱりやっぱ便利や。火がもうすすも出えへんねんで、すごいやん。こら便利やわ、家と一緒やんこれやったら。はい、それではいきます。お水を 100cc、 茶葉入れる。いくよ茶葉。よし、こんなもんや、多いぐらいかな。よし、早いや、沸くのが早い。ちょっとちっちゃしよう。さすがガスやな。牛乳入れます。牛乳入れました。牛乳入れて、長寿どれぐらいやろ、このぐらいかな、もうちょっと入れとくか。よし、クローブ、クローブ入れて、ちょっとスパイシーな、カルダモン、カルダモンを5つぐらい、よいしょ、こんなもんかな。ちょっとスパイシー、もう一個入れとくか。ピリッとするよね、カルダモンを多めに入れると。で、シナモンスティック、シナモンをどのぐらい、これも全然足らんな、大きいねんこれ1個。シナモンって言うのなあ、樹皮みたいなもんやかな、これも。こんなもんかな、あんまり入れてもどうかなと。よし、いくよ。おいよ、あ、見えへんな、こっち、こっちにしようか。よっ、おお、素晴らしい。よし、はい、よっと。ほい、それではいただきたいと思います。あー、うまー、すっごい美味しい、コクがあるわ。やっぱりな、これ自分で作るのは美味しいよ。それでは、これのお供を作りたいと思います。リンちゃんになってや、リンちゃんに。よいしょ、さあ、美味しいかね、美味しいかね、よいしょ、リンちゃんになってくれ。はい、それではね、蓋オープンな、よっ、おお、できた。かわいいやん、かわいいのできたやん、ほら。これ十分やで、これほら、あっちっちゃっちゃっち、熱かった。それではりんちゃん肉まん、肉まんいただきたいと思います。うん、おいしい、ハコホコや。うん、最高やね、これ、この取り合わせ。うまっ、カリカリや、りんちゃんカリカリになってんで。はい、こんばんはでございます。さあ、今日はね、ビーフシチューを作ろうかなと。違うね、これがあったからさ、ペコロス、これがあったから、なあ、見ることないからね、これがあるんやったらビーフシチューにしようかと思って、マッシュルーム、ペコロス、それと人参と、お肉、シチュー用肉ね。よし、これでビーフシチュー
作っていきたいと思います。イカ焼きたいからイカを一匹買ってきたのね、いっぱいで潰して冷凍して今日持ってきてるから、それをベトナム、この間ベトナムのあの番組やっててさ、でどうしても食べたくなったのね、あの甘辛いやつ買ってきたけど、これスイートチリソース、これにあのイカをつけて食べたい。美味しいねこれ、久しぶりに食べるけど、じゃあそれでやっていきたいと思います。珍しい、大阪ではこんなもんなかなか売ってないからね、見ることないもんな。これ美味しいよね、クタクタに炊いてしまえばめちゃめちゃ好き。よいしょ、何個入れようかな、いっぱいあった方が美味しいからね、これ。よいしょ、まあどっちにしろモンベルの鍋で炊くから今日はそんなに量はない、量は使われへんね。よし、一番大きい20センチ鍋かな、これでやっていきたい。はい、ただいま煮炊き中、沸騰したらこれ入れます。必殺シンデレラフィーすごいよなこれ、ぴったりやもんな、この五徳通りにぴったりやもんな、すごいよねこれ、ようできてると思うわ。これで OK。 あーあとここさばいてきたよ家で、よいしょ、いかほらなかなか素晴らしい。でゲソとヒレだからこれで焼いてこれつけて食べたいと思います。よし、ちょっと食べてみようか。うん、甘じょっぱい辛いあ、おいしいわ。ゴーンって言わなあかんよね。うん、めっちゃうまい。それで今日はミスジがあるのね、ミスジ美味しいぞこれは、ちょっとええ肉やからねミスジ、うわうわ焦げる焦げる、なんじゃこりゃ、あすごい、ほんまにすごい、ほんまにすごい、うわ手のぬくもりで溶けるプロセスパイスね、取るとこがなかったからまな板の上に置いてます。いただきます。やわらかうまっ、うまいわなそれは。はい、それではねできたと思うので蓋オープン。なええ感じじゃないの、トロ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 、ほらよし、そしたらちょっと食べていきたいと思います。おお、美味しそうになっとるやんけ、よーいけてるいけてる、もういいやんこのこの作ったお玉、なかなかいけてんじゃないのこれ。おお、とろっとろや、あれペコロスどこにあんね、全部消えたもしかして。いただきます。うわうまっ、なんじゃこれ、
量あるな、これ。こんなに作ったっけ。下から見、上から見てへんから分からへん。ご飯いらんわ。作らん、あの、炊かんでよかった。せっかく買ってきたけど。十分ですわ。3人前くらいやったら食べれそうや。だいぶ減ってきたよ。食べれるよ、これ。たまる、熱すぎる。よし。食うぞ、最後。最後まで。3人前やな。だって、この半分で3人前って書いてある。全部食った。全部食べたぞ。これいいのね。ああ、もう無理。お腹いっぱい。10時から、ライブ配信してんとあかんから、その段取りと。では。はい、こんばんは、お疲れ様です。ライブやっております。ほい、ライブが終わりました。あ、人暴れしました。それでは、ちょっとお茶でも飲んで、そろそろ寝たいと思います。お疲れ様でした。はい、おはようございます。めっちゃ寒かった。めちゃめちゃ寒かったぞ、もうた、なんか2、3回目覚めて、ああね、あんま寝れんかったでな。幕内幕外すごいやろ。寒かった。あと結露半端じゃないで、これ上からポタ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 落ちてるもんな。あ、室内が雨のようやった。結露で開けててんけどね、ずっと。うわー、寒っ。ワンコは外で元気に遊んでおりますわ。今外出したんだね。アホやろ。お前らよ、寒なりますよ。し、うわー、寒、たまらんわこれ。0度やって、うわー、寒。それじゃあ片付けて帰りたいと思います。おお、よし、ええ天気や今日は。ひなたぼっこ気持ちよさそうやな。寒かったもんな夜な。ひなたぼっこ、
はい、綺麗に片付けました。特に何もしてないからね。はい、それでは帰りたいと思います。あれ何、いい顔だけ出してる。それでは帰りたいと思います。はい、それでは帰りたいと思います。お疲れ様でした。